スタジオスイナ。噴水屋なんですよ。これ100円ショップのね、おもちゃコーナーにこれぶら下がってありますあります。見たことありますか、ね、100円なんですけどね、これあのなんか普通の噴水なんですけどね、ということで大変でした。トランプトランプやりましたかね。トランプのあれもう一回やって。トランプってアメリカのトランプ。もう一回出るけど出てほしくないよね、もうね。はい、トランプあとやってくるからね、トランプね。はい、ということで、時間はね、一応30分もらってるんですけど、伸びたり縮んだりするかもわかりませんから、ね、はい、じゃあまずはですね、非常にね、ちょっと前へ皆さん来て、立ったら大変だから僕が気になるからずっと当たってられた。なんか当ててるんですか。いや、大丈夫ですよ、動画撮ってます。スタッフの人も座られたで。いや、ここよりかこっち見てください。見えないから、ここは。私、30分間、ちょっと一緒に見てほしいんですけど。はい。座ったら、ちょっと、なる前、小っちゃいから、物がね。はい、よろしいでしょうか。はい、まずはね、皆さんもね、普通に持っていらっしゃるハンカチ。はい。白いハンカチ。なんか怪しいですか、これ。
でもマジシャンやったら怪しいでしょ、なんか怪しい怪しくないですよね、普通ですよね。でも後からやっぱり怪しいというよね。じゃあ言いますよ。左手何もないですね。普通のハンカチでこれを左手に乗せます。こうね、くぼみを作りますですか。この中にね、どうするかというと、ここにね、赤いハンカチがあります。白いハンカチの中に赤いハンカチを入れていきますね。あ、どこも怪しくないですね。はい、この中に入れていきますね。入ります。引いてないです、ちゃんとありますよね。はい、入れました。しっかり入れますよ。はい、はい、しっかり入って間違いなく入りましたよね、ここでね、はいはい、ちょっとお嬢ちゃん、はい、ちょっとふっと吹いて、魔法の息で。おお、ありがとう、うん、ほら、赤いハンカチがね、魔法の息で右手は何もないよね、怪しいですか。いや、はい、後からね。右手何もないよね。怪しいといえば左手よね。はい、左手何もないよね。で、ハンカチにも何もないよね。はい、どういうことね。手の中入れたんです、今ね。あの、ハンカチが怪しいでしょ。消えるところないもん、ほかでね。二重になってるとか、やっぱり怪しくないよ。だけど、やっぱりあれが怪しいと思っていらっしゃると思いますが、皆さんの疑問に答えるものを使いますんだからね。今度透明のビニール、この中にもし入れて消えたらもっと不思議ですよね。いいですか。なんか袖が怪しいでしょ。こんなの開けてみましょう、ね、いいとこ見たらね、後から解説するからね。はい。ほら、何もないね。乗せます。入れます。そしてもう一回ね、あ、どこ行ったか、あ、どこ、赤いハンカチもう一回入れていきます。今回ね、入れます。もうこの時点でかなり消えてると思うでしょ。でも実際にしたんだんですからね。いいですか。近くでやるとなんか怪しいよね。なんか何か話してあります。これならもう隠すところありません。はいね、どんどんどん押し込んでいくね。いいですか。間違いないですよね。入ってますよね。しっかり入りましたね。入りました。ここに入ったよね。もっぺん吹いて、ふっとほら、東京の方まで飛んでいってるよ多分。いい、ほら、ね、右手怪しくない、怪しい、あと怪しい手で左手よね。ほら、ないでしょ。右にも、ね、赤いやつがそれとご一緒にしたんだ。まあ、いろいろね、想像してます、ね、いや、どこ聞いたと思います。わかりました。2回も見たんですよね。だからね、あの、この空間にあったのはビニール、それから赤いハンカチで両手ね。まあ、ビニールはもう怪しくないですよね、あれはね、もう何もね。で、赤いハンカチは消えた。残ってるのは両手。実はね、この手の中にも隠してるんですよ。見えません？あの、私ね、あの、八王松病院あるんですよ、八王松なんだけど、外科の先生と仲が良くて特別な手術したってね、親指がね外れるようになったんですよ。ネジみたいな、ね、ここの中に秘密の倉庫があって、その中に今押し込んで、こうやって押し込んで、また持って戻して、だからね、お嬢さんがね、彼女がもうさっき見えたの、押し込んだのが見えたでしょ、この中を仕掛けていいとこ見とる、やっぱりね。いや、ほんとないよね。親指がね、外れるの見てます。親指がね、いいですか、ちょっと外れたでしょ。見てない人いらっしゃいました。大体見られました。本当に、ね、本当に親指がね、ぎゅわっとキュ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 ッと取れるね。あ、また戻した今ね。これも気持ち悪いからね。これは気持ち悪いでしょ、これ。そうそうそう。こうやってね、こう曲げて、つなぎ目を人差し指で隠します。それでこうやると、
気持ち悪いでしょ。これ簡単ですからね。帰ってね、体操100歳体操の最後にこれやって練習して、そうですね、帰られて、ね、ご主人に父さん怪我したって言うんですよ。どうしたらいいやこれ、言ったらお父さんびっくりして救急車ってなるんですよ。そういう、そうから上手になってね、まあ、こんなことしようったらさあ右と左違うじゃないかと言わなきゃいけないからね、上手になって一本に見えるようにということはね、親指をね、私はね外れるんですわ。それで今ねまともだけど、これ何回もやるとね、だんだん痛むんですね、ダメになってくるわけですね。それで先生に頼んでスペアタイヤ、スペアタイヤじゃなくてスペアフィンガーを、指をね、作ってみたiPS 細胞とかいうのあるでしょ、あれで、あのこの箱の中にね、貴重なね、スペア、予備があるんですよね。ちょっとお見せしてるんですよね、はい、ちゃんとあるぜ、これ。ほんまによく見てるだろ、そっくりだろ、これ。ね。それで、ちょんちょん叩いたら動くんかね。そうです。はい。ありがとうございました。そういうことでね、まあ、あの、要は指の中に入ってるってことで。はい、次はいきます。ハンカチの次は、ティッシュペーパー。ね。はい。皆さんね、どちらも持っていらっしゃるものです。ティッシュペーパー。これは今からね、破ります。まあ、結果を先言っちゃいけないんですけどね、破ったのがね、元に戻るんですよ、これが。魔法かけたらね。本当に破りましたよね、これ。いいですか？バラバラになりましたね。これね、くるくるっと丸めます。そうしてね、丸めます。で、魔法の薬をね、パラパラとかけます。もう一つ大事な薬が、吹いてちょうど魔法の息で、ふっとしたらこれがね、破ったティッシュがね、バレたんです。見ました？今日はね、緊張してます。これがね、破れたね、あすぐの久しぶりでね、あのコロナで長いことマジックやってなかったんですよ。本当ね、久しぶりに解禁になってからね、はい、これもできました。これがね。バリバリな破れた確かにティッシュペーパーよね、うん、でまああのままじゃ恥ずかしいんでね、魔法を私が書きましょう。そうしたらこれね、あすごい、すごい、ね、ね、あそこもちゃんと戻ってますよ、ね、ということなんですよ、すごい、ね、はい、これをね今からねちょっとね、細くします。小寄り状にします。小寄り言ったらね、細くで、こんなのする小寄りね、はい、これを今からねどうするかというと、頭の中を通します。なんかね、ちょっとね昨日カープ見すぎて、何回も夜のねプロ野球ニュース見たりとかね、なんかずっと見ると1時頃までね、ちょっと今日は寝不足で頭痛いから、ちょっと今頭掃除します。煙突掃除ね、右からこう入れてね、こうしゅやったら左から潮が出るんですけどね。だいぶ気持ちよくなりますね。最後の仕上げ、これはまあざっと綺麗になります。本当に綺麗な仕様を持ったらね、やっぱりこのこれが仕上げ磨きね。これが紐でこうやるんで、こうやってちょっとやって、こんだけずっと押し込んでいきます。で、いや押し込んで左からシャーって出るんですね。え、通ってるでしょ。じゃあもう一回やろうか。もう一回やったら怒りますよね。もういい加減せ。実は本当はね通ってるんです。今こうやってこういくから怪しいよね。こう入れた時に両手を開きます。そしたらないのが分かります。入ってるのがね。じゃあもう一回いきますからね。見てくださいよ。はい。どんどん入れていきます。どん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 仕込んでいきます。えいっ！ね。通ってるでしょ。こちら、うん、もちろんありませんね、本当に入ってますよ、もう、あ、耳の中、もう今な、だいぶ中入ってるから、もうそろそろ出るよ、もう3秒、よいしょ、出てきた、出てこい、やれ、やってやってよいしょ、ちょっと痛いけど気持ちよかったですね。皆さんもね、
頭痛とかね、なんか頭がおかしいなと思ったら薬飲む。セデスとか脳神とか飲むでしょ。あれ副作用もあるからね。これ安い。たった1枚0.1 円ぐらいです。これがね、もうただみたいなもんです。こうやったらもうすっきりしてね、副作用がないし、さあぜひやってください。はい、じゃあね、似たようなことしましょう。ここにね、マジックがありますね。マジックってのは各方のマジックですね。これあの硬い硬いプラスチックでできています。これ今からどうするかと言いますとね、はい、口に入れたら耳から出てきます。いいですか。ね、あ、いいですか。だからお腹から出るとかね、うん、でもこれ、あ、今こうやってなんか口を塞いで手でこうやるから、ね、食べるとこ見てませんよね。じゃあもう一回でこれちゃんとやって食べるとこを見てもらってね、やりましょう。まず口に入れます。だから右の耳から出てきます。それをもう一回左の耳に入れたらまた口に出るね。二段階でやりますからね、見てくださいよ。いいですか。もう左手何もないね。はい、何もありません。これをね、いいですか。よっしゃ、本当になりますからね。そういうことなんでございます。まあ、あんまり深く考えないで、ね、まあ、さらっと流してくださいこところね。はい、そういうことなんですよ。これ、本当ね、不思議でしょ。こうやって、あね、持つでしょ。ね、ちゃんと、鍛えてあるよね。ゆっくりこうやるでしょ。ゆっくりこうやって、こうやったら消えるんですからね。え、うん、この辺から出るんですね。もう一遍いきますよ。ちゃんと左手取ったでしょ。ちょっと吹いたら消えるんです。足の方がね。いや、どっからでも出るんですよ。こうやってね。いいですか。こういうでしょ。ゆっくりでしょ。スローモーションでこういうでしょ。ないでしょ。あ、お嬢ちゃんの帽子から出てきた。ね。こういうことなんです。これ。これはね、本当ね、仕掛けも何もない普通のキャップなんですけどもね。まあ、あとはやり方次第なんですけど。まあ、ちょっとこれは練習がやりますけどね。これやっ、ね、認知症がありません。頭の体操なので、ね、ということで、はい、次行きましょう。お、そろそろやりましょう。あのね、お嬢ちゃんのトランプ見たいって言っておられましたからね、トランプやりましょう。あのテレビでよくマジックの番組がありますよね。うもうね、お湯のカードいうのはトランプのことね。トランプのマジックが多いですよね。すごく私もちょっとで、ね、あ、火出してプッとやるの。あれもうね、どうか消えちゃったから、あれ一日一回しかできない。え、ごめんね。じゃあ、あの、棒のやつ。棒のやつ。いろんなリクエストがね。ちょっと待って、ごめんね。ありがとう。はい、これは鉄ですからね。あの、さっき鉄が出るんだったと、ね。はい、じゃあ今から行きますよ。ここはね、トランプがあります。後ろの方見えますかね。はい、同じものを一つはありません。バラバラですよ、でもね。いいですか、バラバラなの分かるよね。裏も何もありません。いいですか。今からね、この中でストップかけてもらいます。ね。どこかストップかけてもらって、このバラバラのカードの中からどっかで任意のところでストップって言ってもらって、実は昨日の夜ね、お嬢さんたちは皆さん何を選ばれるかなずっと考えたんですよ。そうして私が予言のもね、あらかじめ多分こうだろうというのを考えて、多分このカードをねストップされると思います。いいですか。バラバラでしょ。じゃあ今から行きますから、改めてストップかけてもらえますか。お嬢ちゃんとはね、なんか久しすぎてからなんか桜じゃ生まれちゃうから、まあ、後ろの方はどんたさん結構ですから、ストップとか、どこでもいいですか、誰かストップ。何ですか、ストップ。いや、ストップ言いたい、うん、僕はあの、実は何も面識本当に。はい、大事です。わかります、わかります。ね、ますはい、全く今日初めて会ったよね。ストップ言いたいそうですからね、お嬢ちゃんどこでもいいかストップ言って。じゃあここですね。ここでストップ言ってもらいました。ね。その前だったらこれ、
その後これたまたま偶然にこれストップ書いてね。いいですか。いや、ああちょっと見えるってところに移動して。見えるって、あのすみません、そっちが、そっちが見えるかな。いやいや、途中で見えるダイヤの端でしょ。はいはいはい、これとこれ一緒だったらすごいでしょ。はいはい、私が予言したカード、これはね、やっぱりね、マジックってね、ムラがあるんですよ。種やね、視界がなかったらね、絶対会いません。実は昨日夜8時頃電話したんやね、お家へ。マジックくれて先生から聞いてたからね、上から12枚目でストップかけてってお願いしとったじゃん。優しい子で助かりました。でもね、時々ね、12枚目にとってもね、今日に来た本番だったらね、なかなかストップ入りえよ思っても15待ってからやっとストップいたら、もうこのマジックはね、成立しません。私も恥かくだけでね。ありがとうね、優しい子でね。こういうことなんでございますね。はい、すいませんね。はい、ということなんでございますね。はい、じゃあね、次はね、時間の方はいいですよね、はい、ちょっとぐらいオーバーしてもね、はい、もしあのお急ぎだったら、あのよかったらお家帰られて結構ですから、あのまあね、一番喜ばれるのがね、お金のマジック、うん、まあね、お金いてもね、減るのだね、増えるのだね、例えば1000円が1万円になるとかね、ここに1000円札がありますね、普通の1000円がね、スカシバ見てくれる、はい、ね、いい、ちっちゃいな、全然あのお母さん調べられます、いいですか、はい、もう大丈夫ですね、いいですか、これ二重になってませんからね、一万円にも裏についてるとかありませんね、普通のスカシバ、普通のせいね、これが皆さんの前で一万円にパッと変わったらすごいでしょ、それもね、普通ね、マジックいうのはね、マジシャン、普通のマジシャンをよくこうやってこちょうじなら、ちっちゃく畳んで一遍隠します、で魔法かけるでは何で言ったら、その皆さんの視界目から消えるんですよ、消えた瞬間にすり替えるわけですね、僕は今日はすり替えません、ずーっと見えた状態でこの声がずーっと見えてます、広げたら一万円になります、ちょっと信じられるんでしょ、絶対ありえないことなんです、これがね、起きるのがマジックなんです。いいですか ?1000 円。何もありませんね。半分にします。半分。ね。まだ消えてませんね。ずっと見えてるでしょ、それでこう、いいですか、もう1万円になってる。なってないよ。ほら。ずっと消えて、ずっと見えてるでしょ、ほら。これね、もっぺん吹いてちょうだい。ふっと。ふっと、ありがとう。もう1万円ですよね。これはね、僕がすごいんじゃなくて、彼女のね、名前どういうんかいね、ゆりこちゃん、え、ゆいか、ゆいかちゃん、ゆいかちゃんの魔法の息がすごいんですよ、はい、皆さんもね、いつも集まられたら千円札用意してきて、吹いてます、ゆいちゃん帰ってきた、吹いて、吹いてあげて、吹いてあげてね、そうしたらね、みんな幸せになれるからね、はい、こういうことなんですよ、で、まあ、あの私のね、財布もちょっとお見せしましょう、いろんな財布買いの、まあね、私はね、もう白い紙しか持ち歩かないんですね、いいですか、白い紙1枚ね、白い紙ね、2枚ね、はい、3枚、4枚、5枚の白い紙、これをね、半分に置いてパッとやって、魔法紙一瞬落ちるね、これがね、ね、すごいでしょ、これね、普通のせいで本物でしょ初めてね、協力してくれました、本物だいって今までがずーっとね、臨時しとるとか言ってでも、あの、本当に白い紙が5000になりました、ね、いいでしょ、今日はね、はるばるやってきて5000儲かりました、でも、あそこご主人がね、5000ぐらいじゃ足したことねえよ、もう一回やりますね、もう一回頼むね、魔法ね、今できたばっかりの5000円、2000円でしょ、その1000円ね、2000円、3000円、4000円、5000円ですね、この5000円をもう一回こうやってね、もう一回吹いてくれる、ふっと終わったら、ね、一瞬のうちにこれがね、
多いでしょうかね。こんなご主人はもう納得ですよね。いや助かりました。しばらくこれで2、3日は生活できますからね。これはすごいんですよね。はい。皆さんね、お金を増やすのはね、やっぱりね、マジックで練習がいるんですよね。かなり練習して、やっと身につきます。もう私はもう家帰ったらね、お金がいっぱいでね、足から歩くのが大変なんですよ。だからね、水曜と土曜日はね、あの燃えるゴミの日なんですよ。もう邪魔になるからね、服の中詰めてから出すんですよ。だからね、家の中ずら外に、ね、たくさん集まっておりますからね、皆さん気をつけて。それはさておき、さあ、マジックデーはお金を増やすのはね、練習があります。でもこれはいいんですよ。いいものを水をご紹介しましょう。これ何だと思いますか？色塗るやつ。そう、これはね、色塗るやつじゃなくてカメラじゃないんですよね。これね、プリンター、印刷機なんですよ。紙幣印刷機、お金を印刷する機械。あの昔はね、今は輪転機でバーッとものすごい速さで印刷します。昔はあの造幣局というところでね、明治、大正、昭和の初期までは白い紙入れて、女性の方が毎日ずらーっと並んでね、白い紙入れて一人が一日に 何百枚か何千枚か印刷するのを入れてはね、今日本に2台残ってますね。ちょっと今日はね、ご紹介しましょう。これをね、お見せします。実践、今日本に2台使えるのがあるんです。これ大蔵省からね、大蔵省は今財務省ですね、許可もらってあのお金印刷できるで、例えばね、お菓子買うでしょ、いくらおじちゃん言ったら860円じゃん、いやちょっとね、おじちゃんちょっと待っていた、その場で白い紙をこう入れますそうしたらね、こうやって印刷されるんですよ。お、出ね、ね、これ、あ、ちょっと待って、ちょっとこれでやり方が、あのこれ見てごらんね、あの印刷したてのピカピカの新品、手が切れるような、で例えばね、あの今おか今度はコーヒー飲みたいなとご主人と言った時に、いくらあったら960円でお嬢ちゃんが、ちょっと待ってお嬢ちゃんね、その場で印刷して。ね、うん、ちょっとごめんね、ちょっと座っとってね、うん、ごめんね、いろいろね、段取り、あの、もう貸し付けてくれ、はい、出てるよ、出てるよ、そうそう、あ、ではい、次、今の白いの紙が残ってるんでね、はい、じゃあ今から行き、それから例えば夕食のね、おかず買いに行くときに、あのスーパー行ったらね、1000円じゃ足らんことが多いですよね。あの、だいたいね、肉、野菜、魚やったらね、大体に3で入りますよ。いくらですか？2682円いったら、3回も印刷するのはしんどいですよね、千円札を。時間もかかるし、後ろの人も待ってもらうし。ということは、そういう時はね、長い紙をね、いろいろこうやってね、こうやって、こうやって、ほら。はい。ね。これ、全部透かしがついたでしょ？本当に新品じゃん。新品ですよ、しかも。まあこのままね、使うと怪しまれるからね、あのハサミでちょっぴんと切って使います。だから私はね、あの東広島からあの広島に買い物行くときはね、あの白い紙と印刷機とハサミ、令和の3点セットと申しますね、これを持って出るんですよ。だからお金持たなくていいからね、もう安全だしね、必要な時に印刷できますからね、いいでしょこれね。皆さんもしね、見かけて小遣いが欲しいなと思ったら、長浦ちょっと印刷してくれや言われたらすぐしたいんですからねこういうことなんですよね。はい、ということで、まあいっぱいあるんだけどね、あのもう一個だけやりましょう。あの紐の手品ね、ちょっと願いも話しましょう。あの今ね、ウクライナ戦争大変だけど、ルーマニアっていう国があの辺ありますよね。昔あそこはね、悪いことしたらね、公主系にあってたんですよ、ロープで。で、一人逃げたことですね、それでもね。普通の島でこれ首に、あれしょ、これね、自分の首をね、引き寄って、こうやってね、あらら、ちょっと帽子が邪魔な、ごめんね、ハイ頭でごめんなさいね、はい、はい、これね、こう、
ま、負くでしょ。これで抜けたら大変なんよね。これはね、うまく逃げるんですよ。その時の人がね、いやーっと、うっく、親指と一緒で切れますからね、手術してますから。やったやったじゅっく、あっ、けっ、てん、抜けた。あ、抜けた。真似しちゃダメよ、これ絶対。うん、いい厳しまってしてるから、絶対真似しちゃダメよ。ね、うん、もう一つ。今度この紐、これがお腹をね、ブチューッと突き破ったからすごいと思いませんか。これね、ブチューッと突き破って出てくるんですよ。ね、いいですか。よいしょ、ね、これが。後ろは何もないよね。何もないのも見えないかわからんけど。いいですか。これで、ね、抜けてますよ。いやーっと抜けるよ、これ。なんだよ。ね、はい。見えました。抜けたように見えたでしょ。でももう一回行きましょうか。服の中が怪しいよね。はい、じゃあね、ちょっとこれが邪魔になるからね。服の中、服脱ぐとね、ちょっと悪いんで外でやりましょう。いいですか。いいですね。何もないです。その後ろはシンプルなもんでしょ。これで抜けたらもうすごいでしょ。何もないですね。はい、ね、はい、いきますよ。いやーっと抜けますからね。いやーっと抜けるからね。え、ちょっと静かになりましたけど、考えてますよ。考えてます。でも、抜けたようには見えるでしょ、うん、ちょっと今ね、でもちょっと早かったですよね。だからどうなってるのかな、もう一遍見たいね。じゃあスローモーションでやりましょうね。今ちょっと早かったから、ゆっくりやります、うん、そうしたら多分ね、皆さんね、ゆっくりやったらね、あ、そうなんだって分かりますから。いいですか。これ見られると本当に信用しますか。うわ、ん、っ、いやーっ、続けた。これも真似しちゃダメ。お腹が、ね、切れたら大変だけどね。であのもう時間ちょっとぐらいいいですね。これ何だと思いますか。といっても、これは石油のポンプなんです。これ特別にマジック用に作ったものじゃなくて、普通の100円ショップで買ったポンプが3ヶ月前まで使ってました。これをね、なんかできないかなと思って楽器にしました。ああ、これあのね、あのこれ普通の本当ポンプなんですよ。これ穴開けてね、横笛にしたんですよ。あのプライネット先生いらっしゃいますけど、あれこっちこれはまあ横笛なんですけどね、あのちょっと音がねちゃんと出るかどうかわかりませんけど、あの一曲だけやらせてください。大川栄作の、栄作って言ったら、サザンカの宿になりましたね。うん、曇りガラスを、で吹いた。あれちょっとやってみます。まあ、多分うまくいきませんけど。はい。まあ、やるいうことだけどね。曲になってました一応。じゃあもう一曲だけやらせてください。実はあのベートーベンがあの生きてる、生存してる時、日本に一回来たようなご存知です？ベートーベン一回だけ来日したことがあるんですよ。黒船じゃない、昔の船乗ってね。多分皆さんご存知ないと思います。その時に日本に来て、日本食で一番気に入ったのがラーメンだったそうです。ね、もうすごくね、ヨーロッパに帰ってもね、ラーメン売ってないし、ラーメンを持って曲を作ったんですよ。ベートーベンの作曲、ラーメンの曲ね。以上です。最後になりました。音楽流して終わりにします。ちょっと2つ3つやって終わりにしますけどね。ちょっと。
なんか忙しくてごめんなさいね、パタパタして。はい。知らん。ね。はい。じゃあ今からトランペットなんかなっちゃう。あ、そのままでいいです。同じもんで。切ったんじゃない？リモコンごっちに持ってきてくれるかな？なりませんか？なります。はい。また見てねー。